激励賞が届いております。会場すごいな。そうなんですよ。大入り満員ですよ、こちら。チケットも完売したみたいで、ね、すごいですね。そうです、中西さん、新宿フェイス来たことあります？あ、行かるんですよ。お、あの前回はそんな多くなかったんですけど、はい、今回ね、もう会場5万人ぐらいいますね。それはまた言い過ぎです。言い過ぎ、おい、それは言い過ぎ、おい、はい、すいません。それは言い過ぎ。はい、解説これ聞こえますかね、これ聞こえますか？大丈夫、聞こえない、聞こえない。王さん、1ラウンド目からバチバチに行きます。あ、すごい、あ、すごいね。さあ、赤いグローブがユリ選手ですね。青いグローブがリン選手。あら、あ、おお、ダウンか、スリップ、これはスリップ、あ、スリップですね。聞こえてる、よかった。あ、よかった。新宿のレース、A 箱でやってるんです。そうなんですよ。さあ、頑張れ。音量出力下げてるので、リスナーの皆さんで音量上げていただけるようによろしくお願いします。お願いします。ぜひよろしくお願いします。こちらの通りすいません。ありがとうございます。こちらの通りでね、はい、あ、でも皆さんアグレッシブですね。さすがにこのお客さんがこんなにいるとね。あ、そうですね。さあ、さあ1ラウンド目から攻めていく。リン選手もね、こっちは積極的ですね。やっぱ女性のファイトってセクシーですね。セクシー、いや、見ると残りが見れたと仲いいですね。いい意味でセクシー。いい意味でね、あの格闘技ですから。はい、そう、見方変わってますよね。いや、そんな変な見方してません。してません。はい、してますか。そう、下げて大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いけますかね。ありがとうございます。アメリカ人選手はですね、メインイベントになってるので、最後の第11試合に登場しますね。アメリカ人が、はい、あ、ごめんなさい、アメリカ人さんは違うね。原田さんが第11試合、残り時間30秒、第2試合となっております。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ1ラウンドもう終盤です。お、コーナーに詰めていくユイ。ただリンも前に行く。あ、倒れないですね。そうですね、今ちょうどいい要請、よかった、ね、残り10秒。ありがとうございます。本当こうやって見れるだけでありがたい。今日はね、皆さんもね、一緒に盛り上がっていただきたいなと。そうですね、テンション上げていきましょう。ただこちら女同士の戦い、おー、第1ラウンド終了。これはダウンではありません。スリップですか。スリップです、スリップですね。はい、いや、中西さん、オープニングファイトからね、盛り上がってますね。盛り上がりすぎですね、これね、すごいですね。コメントも来てます、女性熱いね。キョンペン君と中西さん、お疲れ様です。お疲れちゃーって言ってね、お疲れちゃーって違うみたいな。どうもありがとう。頑張れ中西さん、頑張ります。コメントからどんどん呼んでいくんで、はい、時にはパンチ、時にはキック、中西さん、頑張れ、頑張ります。そうです、今日はですね、いろんなルールがあるんです。はいはいはい、ボクシングルールもあれば、総合ルールも、総合ルールもある。そして、はい、あのエキシビションマッチと言いまして、はい、勝敗には関係ないんですけど、はい、夢の対決もありますので、夢の対決、そうです、本田さんとなっておりますので、よろしくお願いします。ドリームマッチ、ドリームマッチもあります、ね、今日は何といっても桜井真帆隼人 VS 五木貴典、13年ぶりのセコンドセコンド見たことない人も、格闘技が大好きな人も、はい、皆さん楽しめる、ね、番組となってますので、そうですよね。ファイナルラウンド、大切な人、面白い、頑張ってくださいませ。2ラウンド、2ラウンドですよ、2ラウンド目、2ラウンド目始まりました。さあ、ユイが序盤から攻めていく。ただリンもこれ押し返してますよね、中西は。そうなんですけど、僕はどっちがユイかどっちがリンか分からないですよ、ね、いやいや、赤いグローブがユイ選手、赤いグローブがユイ選手、そうです、青いグローブがリン選手、分かりました。そうです、今把握しました。はい、ただね、こちら男子 の、ま、あの戦いにも負けないぐらいの ね、これね、攻め方ですよ。これキャットファイトですか？キャットファイトじゃない、キャットファイトではないです、ね、キャットファイト違う、真剣で戦ってます、真剣ですからね、真剣白羽取りです。中西マン解説頑張れって。あ、どうもありがとうございます。どうもありがとう、ジョッキーありがとう。どういう人格闘技知らんね、知らないですそうです、ただね、そう、さあ、お互いに攻めていく。いいただリン選手もこれすごいですね、倒れない、倒れないね、はい、あ、今ちょっと聞いたんじゃないですか、今の、お、今入りましたね、今の、おー、これはこれはスリップ、これはスリップですね、スリップはしてる、スリップしてますね。ノンノンダウン、ノンノンダウン、はい、さあ、こちらリン選手もただ間を置きながら、カウンターを狙っているか。さあ、これはね、リン選手がね、こちらすごいですね、なかなか倒れない、女同士の熱きプライドですよ。ただユイ選手のジャンプも入ってるんですよね。あ、何気に入ってるんですね。入ってます。あ、まあ、ところどころね、効いてると思うんですよね、これ。
聞いてる。そうです、中西島勉強し出直しやかましょう。中西島は配信ですよ。残り時間30秒。中西島そうなんですよ、顔今日白すぎるんです、ね、あ今日ねごめんメイクしてます。そう、メイクしてきてです。メイクアップ、あの配信で伝わるか分かんないんですけど死に化粧みたいな。メイクアップです、はい。そうです、赤グローブがですね、ユイ選手です。青いグローブがリー選手。パンチ力ありますね。そうです、パンチ力確かにあります。そうです、ガードだけちょっと下がる。残り10秒。どうしても疲れてくると、ふらついてる。これこれ大丈夫か。これはどうなる、これはどうなる。残り10秒。さあただパンチも当たってきている。終わった、第2ラウンド終了です。終了です。こちら2分2ラウンドの試合になるんですね。2分2ラウンドです。白ふらついてる。おっさんありがとう。ペン中西島って誰って。中西島ですよ。そう、中西島配信者です。そしてトンペです。トン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 ペトンペトン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 中西島。いや関係ない、よろしくお願いします。おー女性もすごいね。そうパチパチ。赤田島も頑張ってます。お寿司の上に誰が新しいやん。何もや中島一般人内容で書いてある判定の結果を知らせてます。でもこれ大事ですよ、一般人。一般人だこれ。判定の結果3対0勝者赤ボーラーゆい。さあ勝者ゆいです。誰かの受け売り。今日はあれですよ、福岡ではライジンがやってます。話やってんの。そう、福岡でライジン、はい、で新宿、東京ではこちらの若松祭り、若松祭りでございますよ。向こうは実